KTS の黒森ロードクラブ1500です。2016年型になりますね。最近人気が出てきました黒森のいわゆるホリゾンタルフレームですね。こういうまあいわゆる自転車として一番かっちょいいんじゃないかというふうに言われているもののデザインです。で、パイプが単元のプレステージ。これは某ね、黒森のセミオーダーで作ってるメーカーさんが得意としているもので、多分そっちの方が値段が高いんじゃないかなと思いますけども、KTS さんパッケージで作ると、まあ、値段もちゃんと18万円に消費税ということで出してくれてます。で、駆動系に関してはシマノの105の、まあ、最新型でよく分かりやすいやつですね。で、ホイールは Q2。これは KTS さん、パーツのね、ブランドとしても出してますので、なるだけ値段を抑えめに作れるというのは、実はこういったところが強いようになってます。で、個人的に非常に感心しているのが、わかりますかね、リアキャリアですね。リアキャリアが付けられるような工夫がちゃんとされている。それと、ここですね。タイヤのいわゆるクリアランスと言われているこの部分ですね。ここの部分に隙間がかなり大きく取られてますので、タイヤを大きくしたいというようなことも可能ですし、あんまり数はいないかもしれませんけど、フルフェンダーですね。そういうのをつけたりすることができる。で、フロントも同じように、ちゃんとクリアランスが取られていて、そして、フロントフォークは実はこれカーボンでできてるんですけども、カーボンなのにちゃんとネジ穴がついてますので、それこそね、このフェンダーとか、いろんなことを、工夫をやろうと思ったときにちゃんとできますよといったところが、ミソです。で、あとは、これですね、この自転車の、まあ、大きな特徴だと思いますけども、ここのいわゆるリアバッグが、こう弓なりにこうなりますので、より縦方向にしなって、長時間乗ったときにかなり、乗り心地がよく、疲れも少ないというような感じになるんじゃないかと思います。で、黒森の自転車はなんでそんなにいいんだっていう話になりますけども、これはやっぱりもう乗ってみないと分かりません。で、私も乗ってますけども、まあ、黒森のロードレーサーも持ってまして乗るんですが、まあ、正直ね、折りたたみ自転車を中心にしたお店なので、実際あんま乗ってないんですね。でも結局それに乗ってしまうと、やっぱいいですね、これ、みたいな話になってしまって手放せないという状況が続いてます。で、そういうような、なんていうのかな、人間をこう、虜にするような魅力に満ちた、不思議な乗り物と言っていいと思います。黒森のロードっていうのは。で、実際 KTS さんの方も、まあ、実はこれ KTS ジャパンの方で企画されて、まあ、設計とかは台湾でなさるそうなんですけども、日本人の好みだったりとか、体格とか、そういったところをちゃんと念頭に置いて作られていますので、その辺、一般的なね、有名なイタリアンスチールとか、に比べても、まあ、遜色ないというか、十分いけるんじゃないのというような自転車ではないかと思います。